皆さんこんにちは、アロアロの奥村ひろみです。さあ今日もですね、インターバルトレーニングをお届けしていきたいと思います。先日のですね、3連休に私が住んでます三重県津市でですね、津祭りというね、大きなお祭りが催されたんですけれども、その中でですね、初めて、男性の方のですね、フィジーク大会が開かれました。で、お祭りなので、結構お祭り仕様 の、 フィジーク大会なのかなと思ってたんですけれども、結構ねガチな、フィジーク大会で、私審査員で、審査員をさせていただいたんですけれども、待合室に行くとですね、皆さんチューブでトレーニングされたりとかですね、鏡でポージングの練習をされたりとかして、すごく真剣な雰囲気で待合室での時間を過ごされてました。本番もですね、やっぱりとっても白熱した、大会になったかなと思いますが、その様子ですね、また YouTube で、ご覧いただけるように今準備してますので、準備でき次第アップしていきたいと思いますので、お楽しみにお待ちください。さあ今日のインターバルトレーニングなんですけれども、メンバーさんからですね、うちの、サークルのメンバーさんからですね、初心者さん向け用のインターバルトレーニングも欲しい、ちょっと最近難しいっていう声をいただいたので、今日はこれからですねインターバルトレーニングを始めてみたい方とかですね、なるべく短時間で効果を出したい方におすすめの、プログラムをお届けしていきたいと思います。ワーキングママだったりとかですね、あと子育て中でお子さんの、お昼寝時間が短いとかですね、夜もなかなか寝てくれないという時間の限られた特に女性の方にですね、チャレンジしてみていただきたいと思います。それではどうぞ。それではですね、今日も、動画をね見ながら説明していきたいと思いますので、こちらの動画ご覧になってね、一緒に、チャレンジしてみてくださいね。さあ今日は本当にねシンプルな動きばっかりを組み合わせてますので、ぜひね毎日のトレーニングしてください。まずはスクワットです。さあ見ていただけると分かるようにですね、お膝つま先まっすぐ正面です。お尻をですね後ろの椅子に腰掛けるようなイメージで斜め後ろへ突き出していきますね。さあ胸は前を向いています。さあ目標は太ももが床と平行になるところまで下げていきましょう。はい、 OK です。さあ次はですね、お腹周りと足をしっかりと使っていきますね。さあ片足はキープ、軸足ですね、もう片方の足、お膝を高く上げていきましょう。で肘を下げていきますね。なので脇腹のところをカーブにしていきます。英語の C の字を作っていくようなイメージで脇腹をしっかりと使っていきますね。お尻、足も使ってますよね。さあ次ですね、スタージャンプです。インターバルトレーニングで何回もお届けしてますスタージャンプですね。さあパーグーパーグー、できるだけ1回ずつねかかと下ろしてもらった方が、ふくらはぎに対する負担は少ないですね。1回ずつかかと下ろしていきましょう。さあ手をねしっかりと上と下に大きくこう描いてみてくださいね。あとはリズミカルにテンポよく速く進めていきましょう。さあ次クロスレッグですね。足をですね交互にクロスしていきます。足を伸ばしていただいて、大きくですねクロスしていくことで特に内ももをね使っていきます。今ね手の甲をお尻に引いてもらってるのは腰の負担をね少なくしていくためです。腰のトンネルを少しでもね少なくして腰の負担を少なくしていきますね。さあ2セット目、あと2分ですね、頑張っていきましょう。さあもう一度スクワットですね。さあ横から見てもらった図です。結構ですねスクワットされる方で上体がね下がってしまう方多いので、胸は前に向けて、できれば背中とすねのラインがね平行になるぐらい上体起こせるといいですね。お尻斜め後ろに引いてますよね。深く下げていきましょう。はい、OK です。さあ今度はね反対の、足を軸にしてですね脇腹 C の字、作っていきますね。さあお膝をしっかり上げて肘は下げて脇腹のところ、英語の C の字ですね作っていきます。さあこれねバランス力も求められますしね、
お膝、お尻周りも使っていきます。股関節も大きく動いてますよね。3、2、1、OK。 はい、OK です。さあ、もう一回スタージャンプいきましょう。できるだけ大きくね、パーグーパーグーですね。できるだけスピードをね上げることを意識していきましょう。さあ、リズムがねちょうど落ちやすい時です。テンポをしっかり上げることを意識していきますね。さあ、手がしっかり上まで上がってますか？大きな弧を描いて。さあ、最後です。クロスレッグですね、先ほどよりちょっと強度をね強くしてみました。チャレンジされる方は両手頭の後ろへ置いてみてくださいね。そうすることで腹筋収縮させて、一緒に同時にね腹筋も使っていきます。少しだけ頭を上げてますね。で、手でしっかり首をサポートしていきます。頸椎弱い方はね、ぜひ首しっかりと手でサポートしてあげてくださいね。さあ、足は大きくクロスですね。はい、OK です。お疲れ様でした。今日のインターバルトレーニングいかがでしたでしょうか。これからね、寒い時期に入っていて、少しずつですね代謝も上がってきますし、年末年始ですね、暴飲暴食の気になる方がね、少しずつダイエットしようかなって思われている時期でもあるかなと思いますので、筋力も筋持久力もね上げることができるインターバルトレーニング、1日4分で終わりますので、時間取ることがなかなか難しいなっていう方はね、ぜひチャレンジしてみてもらいたいなと思います。さあ、今日みたいにですね、これからトレーニングを始めようと思われる方用、またですね、いつものように少しストイックな、プログラムもね、お届けしていきたいと思います。さあ、今日も最後までご覧いただいてありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回。